スポーツアイ ESPN がお送りしますパワーベースボール、今日は千葉ロッテマリーンズ対日本ハムファイターズ1回戦の模様をここ千葉マリンスタジアムから試合終了まで完全生中継でお送りしてまいります。この試合の解説は山崎博之さん、両チームのベンチサイド情報は高橋めぐみリポーター、実況担当は私土屋和彦でお伝えしてまいります。山崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。開幕から5試合消化しました、まあ、両チームとも2勝3敗で迎えた今日のゲームということになりますね。そうですね、はいはい。そして千葉ロッテにとってはこれ地元で迎える開幕ゲームということになります、はい、そうですね。それもあの大栄戦でかなりこう調子がチームの調子が、ね、上がってきてのこの地元での開幕戦ですから非常に楽しみですよね。これ気持ちとしてもかなり乗ってくるでしょうね。そうですよね、はい、非常に打線が当たってきましたからね、そういった意味では今日先発の黒木もね、打線の援護というものをかなり期待できるんじゃないでしょうかね。まあ、その一昨日の大栄戦ではですね、1イニング11得点を含む22点を取って、まあ、得てしてこういうふうに大量得点を取った翌日っていうのはなかなか打線締めがちと言われますけども、しっかりと点を取りましたもんね。そうですね、それも非常に効率のいい攻めで点を取ってますよね。はい。対する日本ハムファイターズの方なんですが、こちらは2連敗中、一昨日怪物ルーキーの松坂に抑えられて、ちょっとその影響があるのかどうかなんて言われましたけれども、確かに影響があったんじゃないでしょうかね。そうですか。昨日確かに西武の塩崎非常にいいピッチングをしましたけれども、日本ハム打線本当に締めりましたよね、はい、ですから開幕からわずか5試合両チーム5試合消化なんですけれども、ロッテの方は開幕から3試合ぐらいやや締めりがち、ところが昨日とそれが一昨日非常に打線が活発になってきた、はい。一方の日本ハムは開幕から3試合ぐらいまでは打線が割と活発だったんですね、ところが昨日一昨日と西武に対して非常に点が取れない、はい、打線がこう沈黙しだしたというところで、はい、わずかその5試合でもこう不調の差っていうのが出てきていると思うんですよね。まあ、今上田監督の表情を捉えておりますけれども、日本ハムファイターズの方は勝った2試合というのはいずれも先発ピッチャーが好投して完封勝ちなんですよね。そうですね、はい、岩本それから金村ですね、はい、この2人は本当に完封ですからね、はい、そしてその他の3敗ということになると、これいずれもピッチャーを5人以上つぎ込むようなそういう展開になっているんですよね。そうですね、はい、7人つぎ込んだ時もありましたからね。ありましたね。対するこちらは山本浩二新監督ということになります。まあオリックス戦開幕2連敗した時はやはり新監督としては今日中穏やかではなかったでしょうね。それはそうですよね、はい。やはり早く一つ勝ちたいというところがあったと思うんですけども、はい、まあ、3連敗した後ポンポンと勝ちましたからね、今日あたりの表情ずいぶん明るいですよ。そうですね、そして先ほどお話出ましたけれども、やはり今日は日本ハムが岩本、千葉ロッテの方が黒木、これ両開幕投手の対戦ということになりました。そうですね、黒木の方もね、初戦負けましたけれども、はい、非常に調子そのものは悪くないと思うんですよ、はい、で岩本はまあご存知のように完封ですからね、まあ、したがって今日のゲームというのは投手戦になるのかなと、そんな感じはしますけれどもね、はい、それと今日は非常にセンターから一塁ダグアウト方向にですね、強い風が吹いてるんですね、はい、でこのために打者はちょっと不利だと思うんですよ。打者が不利ですね、なかなかレフト方向センター方向へそのホームランというのは難しいと思うんですね、そういった意味ではピッチャー有利の風が吹いていると思うんですよ、ね、そして、まあ、山崎さん今日はですね、日中からとても天気の方は良かったんですが、はい、その風がかなりこう冷たく感じる風でしたね。そうですね、やはり打者っていうのはですね、風の強い時っていうのは意外とやりにくいんですよ。ピッチャーはこう凝視するでしょ、はい、それがどうしてもこう自然に瞬きしたりとか、そういうことが出てきますので、ただまだこの人工芝ですから埃が立ったりなんかしないだけね、マシなんですけれども、はい、まあ、そして守っている野手にとってはあまり守備の時間が長くなるとかなり体の方も冷え込むということは考えられそうですね。春先のこういう寒い時というのはですね、得てして打線が沈黙しがちなんですよね、はい、で両チームともエースが登板ですから、したがってなかなかその活発な打ち合いというわけにはいかないというふうなことが予測できると思うんですけども、はい、果たして予測通りにいくかどうか、まあ、得てして、ね、こう打線は水物なんていう言い方をすることがありますけれども、はい、やはり、まあ、投手力というのが一つこう安定したゲームを進める上での一つポイントになると思いますけれども、はい、そういった意味ではですね、やはり投手スタッフ日本ハムの方がちょっとここまで見ていると
中継ぎ抑えに含めてちょっと苦しいかなという感じがするんですけれども、そうですね。それからやはりあの投手力がいい、まあ、それからこの今日みたいな風の時というのはね、野手外野手それと内野フライこういったものが非常に難しくなりますんでね、はい、そういったところでミスが出なければいいかなという感じしますね、はい。なおこのパワーベースボールではファックスを募集しております。両チームや各選手への応援メッセージなどはもちろん、山崎さんや憧れの選手へ聞いてみたい質問など、どしどしとお寄せいただきたいと思います。ファックス番号の方は東京 03-5412-8162 番です。03-5412-8162 番でお待ちしております。パワーベースボールではファックスを募集しておりますので、どしどしとお寄せいただきたいと思います。グランドレベルでは現在試合前のセレモニーが行われております。こちらは一塁側のダグアウト、千葉ロッテマリーンズです。まあ、その大栄戦連勝した原因の大きな部分としては、やはり中軸バッターに当たりが出てきたというのがありますよね。もちろんそうですけれども、はい、それも当然なんですけれども、やっぱり 1,2 番特に小坂、はい、以来この辺がよく出塁してますよね。やはりチームというのはこの切り込み隊長が、ね、しっかり切り込んでって、そして中心バッターが打てば当然な点になってくるわけで、はい、そういったところでは一昨日昨日と非常にいい形でね、うん、ロッテの方は点が取れていると思うんですよね。はい、まあ、おっしゃる通りで、昨日のゲームなんかを見ていても、1番バッターの小坂が出塁して盗塁する、はい、そして、まあ、進塁打というかワンアウトランナー3塁、はい、ここで外野フライで帰ってくる、はい、こういうパターンができるとやはりチームというのは強いですよね。これはね、強いチーム の典型なんですね。そういうことができるというのがね、ですから極端なことを言うと1本のヒットでも1点に結びつけてしまう、はい、一時西武の強かった時というのはね、黄金期というのはそういう野球やってましたよね。なるほど。ですから小坂の場合は非常に足があるわけですから、今言われたように、はい、小坂が出て盗塁して、チームバッティングで進めて外フライで1点、こういう野球がしょっちゅうできるようになってくるとね、今シーズンのロッテというのは非常にこう明るい兆しが出てくるんじゃないかと思いますね。はい、その小坂が昨シーズンは本当にこうバッティングで悩んで、今シーズンも鹿児島のキャンプあたりではかなりこうバッティングまだ悩みが残ってるのかなという感じ見受けられたんですが、いざ蓋を開けて開幕してみると非常にいいバッティングを見せて、まあ、ここまで完全に切り込み隊長の役割を果たしていると言っていいですよね。この放送は千葉マリンスタジアムからお送りしております。試合前の千葉マリンスタジアム、国歌が流れております。ダグアウトの外で聞いているのが今日の先発黒木であります。開幕戦4月3日オリックス戦では神戸で先発いたしまして8回を投げました。打者33人に対して打たれたヒットは5本、そしてホームランが1本、三振が4つ、与えたフォアボールが4つでした。4失点自責点3で、まあ、負け投手ということになりました。山本浩二新監督であります。そしてこちらは三塁側ダグアウト、上田監督。まあ、上田監督にとっても昨シーズンは本当に途中まではぶっちぎりだったんですが、ちょっとこの終盤戦息切れしたという感じが否めません。そうですね、本当に今シーズンは勝負の年ということになりますよね。そういうことですね。はい、入念なウォーミングアップを続けている黒木であります。まあ、開幕戦のオリックス戦ではまあ、ニック機といったらなんですけども、プリアムにやはりツーランホームランを打たれてしまって、はい、ちょっとあのあたりでリズムを崩してしまったのかなというふうに思ったんですが、うん、全体的なピッチング内容としては山崎さんはどうですか？それほど悪くはないと思いますよ、はい、ですからまあ非常にどのボールを取ってもいいボールを放るピッチャーですから、はい、一番心配されるのはやはり一発病といいますかね、はい、ちょっと一発で食らうことが多いんですよね、はい、その辺はやはりもう少し気をつけて放っていけば、うん、まあ、今年も最多勝争いの中に入っていけるピッチャーだと思いますね。はい、まあ、黒木にとっては本当に神戸での開幕、そしてこれマリンスタジアムでの開幕ゲームということで、
今シーズンは2回の開幕投手ということになるわけですもんね。 そうですね、それだけ首脳陣がこの黒木に期待をしているということも言えると思いますね。はい、両チームのスターティングオーダーです。先行のファイターズ1番から上田、小笠原、片岡、4番が田中です。 DH にウィルソン、その後西浦、フランクリン、野口、金子と続いています。対する千葉ロッテマリーンズの方は切り込み隊長がショートの小坂、その後平井、堀、初芝、DH の佐藤、さらに新外国人ブレイディ、福浦、清水、諸角と続いています。まあ、こういうふうにオーダーを見渡してみますとマリーンズの方は福浦あたりがまだ本来のバッティングを見せてないかなという感じですか。ね、そうですね、はい、福浦が昨年の中盤以降少しバッティング崩れたその状況が続いてるんじゃないでしょうかね。まあ、逆に小坂がね今シーズンは本当にいい働きをしてますよね、はい、バッティングを少し彼は変えましたよね昨シーズンから比べてね。そうですか、はい、昨シーズンはね本人もやっぱり言ってるんですけれどもその小手先のバッティングだったということで、もう少しやっぱり下半身をね使ったバッティングということを今心がけてるんですね。それがいい結果に出てると思うんですよね。今日の試合前山本浩二監督に話を聞いたんですけども、あの小坂がどうやら今シーズンはバッターボックスに入る時点ではあまりこういろいろと細かいことを考えないで入れるようになったんじゃないかと、うん、その分こうピッチャーのボールに集中できるような感じ、まあ、昨シーズンはどうしてもあそこがちょっとチェックをしなくちゃいけないとか、ここをちょっと気をつけなきゃいけないっていう、そういうちょっとねあの感じに見えたというふうな話をしてました。まあバッティングが、まあ、極端に言うと手打ちだったバッティングが下を使えるようなバッティングになってきたために、はい、バットのヘッドが鋭く出るようになったと、はい、いうことだと思いますね。まあ、当然そうやって鋭く出したバット、まあ、ボールが転がってくれれば小坂の足ですから内野安打の可能性十分ですよ ね、 そうですよね、はい、叩きつけたら本当に内野安打たくさん稼げますよね、はい、その小坂、まだ開幕5試合でありますがここまでバッティング非常に好調、そして盗塁も2つ決めております。その小坂がファンサービスボールをスタンドに投げ入れてこれから守備位置についていきます。まあ、得点源ということになるとやはり小坂、そしてこの4番の主砲初芝、今日も注目ですね。はい、初芝もようやく当たりが出てきましたからね、はい、昨日このゲームですか、初芝とこの堀で2人で8打点でしたかね、はい、あの広い福岡ドームで満塁ホームランをかっ飛ばしました。そして今日はスタメンマスクは8番をつけた清水であります。そして最後に登場するのが今シーズンの開幕投手黒木であります。開幕戦の敗戦投手悔しさというものは当然心の中に残っていることでありましょう。まあ、そして相手も岩本、日本ハムが誇るエースでありますので当然そのエース対決ということで胸に期するものはあるでしょうね。ありますね、両投手ともやはり負けたくないという気がありますから、はい、それとこのピッチャー同士で相手のピッチャーの出来を見るんですよね。はい、例えばまあ黒木のからすれば今日の岩本どのくらいの調子だろうかと、そうすると、まあ、あの調子だったらせいぜいうちの打線が2点3点ぐらいだろうとしか取れないだろうとかね、そしたら自分は1点で抑えようとか2点で抑えようとか、そういう計算っていうものをねピッチャー始まった時にゲーム始まった時にそういう計算もするんですよ。あ、なるほどね、まあ、当然そうするとまだこれからボールを投げるわけですけど黒木の中ではやはり開幕完封シャットアウト勝ちをしたピッチャーなんでそんなにこう崩れたピッチングはしないだろうというふうに思ってますよね。そうですね、非常にまあ安定感のあるピッチャーですからね、はい。まあ、その日本ハムファイターズのエースの岩本なんですけども、2年連続開幕投手でそれで完封シャットアウト勝ちというのは、はい、あの稲尾さん以来なんですってね。パリーグではそうなんですね。セントラルリーグでは斉藤正史巨人のね、これは3年連続やってますね、はい、そうですね、から本当パリーグではずいぶん長いこと出てなかったんです ね、 そうですよね、稲尾さんの後ですからね、はい。まあ、年でいうと1962年以来ということになります。